はい、はい、どうもチョブリです。ということで今日はですね、今週のおすすめフォーメーション回数やっていきたいと思います。毎週これですね。今週も木曜日にフォーメーション更新がありましたということで、今週獲得できるおすすめフォーメーションをご紹介していきたいと思います。いや、なんと皆さん、今週もね、新登場フォーメーションが2つほど登場しておりますということで、いや、先週からね、新登場フォーメーが続いて、これめちゃくちゃ嬉しいんですけども、まあ今週はね、先週から新フォーメーがたくさん登場していて、結構ね、皆さん知りたいフォーメーションもあると思うんで、いつもはね5つご紹介してるんですけれども、今回はね8つですね、8個ご紹介していきたいと思います。なんでいつもよりフォーメーションの数が多いんで、テンポよくね解説していこうと思うんですけれども、今週もね継続して登場している優秀フォーメーションもたくさんありますし、新登場フォーメーションも2つあるということで、まあかなり激アツなねフォーメーション更新集になってるんで、よかったら最後まで見ていただけると嬉しいなと思います。はい、それでは早速ね、今週獲得できるおすすめフォーメーションを8つですねご紹介していきたいと思います。はい、ということで1つ目はこちら、カラマ NN から4123ですね、ご紹介していきたいと思います。こちらのフォーメーションは南米のチリリーグですね、カラマ NN から設定することができますというわけで、まあこのフォーメーションで先週もご紹介したんですけれども、やっぱりね、まあ現在もかなり目玉のフォーメーションということで、まあまずこのフォーメーションは4123は433の形ってことで、まあセパンがなくなってから、この 2OMF がね置ける特殊型のフォーメーションが登場したわけなんですけれども、セパンの時よりもこのウイングの位置が高いということで、それがね、まあかなり面白いポイントかなと思ってます。で、結構このね、今流行っているのがこの両ウイングをセカンドトップにする配置の仕方ですよね。それによってまあセパーの時はね、ここら辺にあったんですけれども、この高い位置にあるんで、もう疑似3シェフみたいな感じで、こう真ん中にセカンドトップがこう寄ってくれるんで、中央からね、かなり人数をかけて攻めることができるってことで、まあこれ結構話題っていうか、使ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、僕もねこの形使ってみて、まあかなり強いなっていう風に感じました。やっぱりこの両ウイングをね、セカンドトップにするやり方、本当にこうね、真ん中に人がめちゃくちゃ集まりますし、もう本当ゴリ押しみたいな感じで、人数でめちゃくちゃね、ゴリゴリいけるんですけれども、1個ね、注意ポイントとして、ここね、セカンドトップにすると、ビルドアップがね、結構難しくなるかなというのは感じましたね。やっぱりこう、中央に寄ってしまうんで、なかなかね、こうサイドバックが持ったりとか、この中盤がボールを持った時に、こう当てれればいいんですけど、当てれない時があるんで、そういう時もあるんで、まあ1枚はウイングでもいいのかなって感じがしましたね。そうすることによって、まあ2枚はね、こう真ん中にこういてくれるんだけど、1枚はこう逃げ道というか、こうサイドバックとかから受けれるみたいな、そういうこうチャンスメイクをする入り口みたいな役割として、ウイングにしておくのもありなんじゃないかなと思いましたね。まあ両ウイングもいいと思うんですけど、まあそこは好みになってくるかなって感じがしますね。僕のおすすめは、まあやりやすいなら両方セカンドトップで、難しかったら、まあ片方だけウイングにするのが僕はめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。まあこのフォーメーションは本当に先週から登場しためちゃくちゃ貴重なフォーメーションってことで、いつね消えてしまうか分かんないんで、しっかり保存しておいていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、ということでカラマ NN から4123でした。はい、ということで2つ目はこちら、全周 G から4321ですね、ご紹介していきたいと思います。こちらのフォーメーションはアジアオセアニア韓国リーグ全周 G から設定することができるってことで、まあこのフォーメーションも、まあ、先週紹介したんで、まあ今週もねおすすめフォーメーションとして紹介していこうと思います。で、僕ねさっきご紹介カラマ NN の4123よりも先週ねこのフォーメーションの方が使ってましたね。結構強くて、まあ、特にやっぱ守備が硬かったですね。この4バックに対して1ボランチがいて、しかもこのね 2CMF がいて、そして 2OMF も真ん中から下がってくるんで、まあ、守備がめっちゃ硬いっていうことで、このフォーメーションで、ね、ローンカウンターにしたらマジで真ん中めっちゃ硬いです。で、攻撃の時も結構この CMF もね上がりやすい選手にしてあげると上がってきてくれて、まあ、この OMF の裏のスペースを使っていい感じでこの中盤とセンターフォワードの距離感で攻めることができるんで、攻撃も守備も僕はねかなり良かったんで、このフォーメーションはね僕的にも結構おすすめかなと思います。最初にサイドバックをね結構攻撃的サイドバックとか使ってあげたりしてたんですけれども、意外と慣れてくると上げなくてもね、この前線の4枚とセンターフォワードの計5枚で攻めることができるんで、割とまあね慣れてきたらこういう守備的サイドバックでもいいんじゃないかなと思います。で、 DMF に関してはアンカーがいいと思いますね。で、この CMF に関してはこうシャビとかね使用感軽い選手を置いてあげた方がいいと思います。なんならこう2列目からの飛び出しとかね、ボックスリードボックスみたいな上がってきてくれる選手でもいいのかなと思いますね。まあ、僕的にはどっちかっていうと、まあ、攻撃的ってよりかはこう守備的なフォーメーションかなと思います。特にこの中盤の距離感が
マッカーレ近くてパス回しがねめちゃくちゃしやすかったんで、中央からうまく攻めたい方はこのフォーメーションめっちゃいいんじゃないかなと思います。はい、ということで全周 G から4321でした。はい、ということで3つ目はこちら、ウルサン B から4213ですね、ご紹介していきたいと思います。こちらのフォーメーションはアジアオセアニア韓国リーグウルサン B から設定することができます。ということでこのフォーメーションも先週紹介しましたね、まあ、このフォーメーションもかなりレアなフォーメーションということで今週も紹介していきたいと思います。このフォーメーションは4-2-3なんですけれども、何がね4-2-3の違うかっていうと、この2ボランチですね、この位置が特にこうサイドに開いてるってことで、まあ、これが一番ね大きいポイントかなと思います。普通の4-2-3にしてみると、ここからこれじゃないですね、ここから4-2-3にしてみると、はい、こんな感じになるんですけれども、この2ボランチが中央に寄っていて、ウイングもね若干高い位置になりますよね。これをこのフォーメーションにしてみると、はい、こうなりますってことで、ウイングも若干下がってきてくれて、この中盤2枚もサイドに寄っているってことで、このウイングの選手とこの中盤の選手のこの距離感が近くなりますよね。これは個人的にはねいいポイントかなと思います。本当こういう距離感ってこれだけで実際変わるのと思う方いるかなと思うんですけど、実際結構変わってくるんで、まあ、こういうところまでこだわっていただけるといいのかなと思いますね。で結構ね4-1-2-3のさっきご紹介したカラマ NN のフォーメーションだと、まあ、なかなか失点してしまう方も多いと思うんですよね。やっぱり攻撃的なフォーメーションなんで守備が難しいと思うんですけど、このね4-2-1-3のフォーメーションに関してはしっかりこの2ボランチで守備もやりやすいんで、なかなか3トップとか使ってディフェンスが安定しないなって方はこのフォーメーション結構いいんじゃないかなと思います。まあ、あとは以前のセパーみたくね、このウイングの位置があんまり高くないんで、このサイドバックとかね中盤とかの距離感が近いっていうことで、割とねビルドアップもやりやすいんじゃないかなと思います。それもいいポイントかなと思いますね。まあ、このフォーメーションもねサイドバック上げなくていいと思いますし、中盤に関しては1枚アンカーでもう1枚はね攻守のバランスがいい選手で置いてあげるといいんじゃないかなと思います。まあ、ザンビアの 4-2-1-3 フォーメーションに続いてこのフォーメーションも結構レアなんで、しっかりね気になる方は保存しておいていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、ということでウルサン B から 4-2-1-3 でした。はい、ということで続いてはこちらチュニジアから 4-3-1-2 ですね、ご紹介していきたいと思います。こちらのフォーメーションはアフリカナショナルチュニジアから設定することができますっていうことで、このフォーメーション最近相手の方で使ってる方がいて結構強かったんで、ちょっと今日はねピックアップして紹介していきたいと思います。4-3-1-2ってことで、このフォーメーションはね、まあ、2、3回ぐらい紹介してきたかなと思うんですけれども、まあ、ウイレ時代にかなり流行っていたフォーメーションですね。真ん中からねかなり人数をかけて攻めることができるっていうことで、一応ね普通の 4-3-1 にあるんですけど、それはこんな感じになりますね。これがチュニジアのフォーメーションにするとこうなりますってことで、もうこうかなり真ん中にギュッと密集した形のフォーメーションになりますね。なんで中央から攻めるのがめちゃくちゃ得意な方はいいんじゃないかなと思います。あとは意外とねこれも前で言ってるんですけど、この中盤の CMF が意外とこうサイドから上がってきてくれるんで、まあ、サイド攻撃もできなくはないって感じですからね。あとはこの CMF2 枚のプレイスタイルとかによるのかなと思います。なんでここにこういう使用感が重い選手とか置いちゃうと上がってきてくれてもね重くて何もできないんで、僕はねこの CMF2 枚は割と使用感軽い選手を置いてあげた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、前線は割と好みかなと思うんですけど、このサイドバックですかね、サイドバックに関しては僕は上げてあげていいんじゃないかなと思ってます。まあ、1枚は上げていいんじゃないかなと思ってますね。理由としてはやっぱりこう真ん中に寄ってるんで、こう上げてあげると非常にねこうビルドアップがやりやすくなるってことで、例えばこの中盤がボールを持った時にこうね前に当てたところがないという時に、このサイドバックに当てたいけど、これは守備的サイドバックだとあんまり上がってこないんで、こう出せない時あるんですよね。これはね攻撃的にしてあげると上がってきてくれて、中盤がしっかりここからねサイドバックに出せて、でここで受けてここから縦パスとかねドリブル突破とかできるんで、僕的にはまあサイドバックはね上げてあげてもいいんじゃないかなと思ってます。まあ、このフォーメーションは特にねこう中央から攻めるのが得意な方っていうかね、細かいパス回しが得意な方はめちゃくちゃいいと思うんで、ぜひよかったらね獲得して使ってみてください。はい、ということでチュニジアから4-3-1-2でした。はい、ということで続いてはこちらバスコギブスコア AB から 5-1-2-2 ですね、ご紹介していきたいと思います。こちらのフォーメーションはヨーロッパスペインリーグバスコギブスコア AB から設定することができるということで、5バックの紹介なんですけれども、まあ、なんだかんだねいろんな5バック最近登場してるんですけれども、この 5-1-2-2 がやっぱり強いってことで、ちょっと今日はね改めて僕的に一番おすすめの5バックとしてご紹介していきたいって思います。ほんとねこう3トップの5バックのフォーメーションとか最近登場して僕もいろいろ使ってるんですけど、やっぱり5バックはねこの 5-1-2-2 が僕は強いんじゃないかなと思います。この2トップに対してこれ今 CMF になってますけれども 2OMF を置けるっていうことで、まあ、基本的にこの4枚で攻撃できるのが僕はいいと思いますし、この OMF2 枚も下がってきてくれるんで、とりあえず守備がめちゃくちゃ硬いです。5バックはね守備の硬さが魅力かなと思うんですけど、
ども、しっかりこの 2OM も下がってきてくれるんで、本当真ん中もめっちゃ硬くなりますね。で攻撃に関しても結構ね4222の 2OMF とか使ってる方多いと思うんですけれども、それと同じ感じで攻めることができるっていうことで、割とね攻撃も馴染みやすいというか、攻撃もやりやすいんじゃないかなと思います。でサイドバックに関してはこれは守備的なね、どっちかってここに今使ってるんですけれども、これ上げてあげて僕はいいと思いますね。しっかりこのね中央この3枚で守れますし、中盤も下がってきてくれて、攻撃的サイドバックとは言ってもなんだかんだこう下がってきてくれるんで、僕的にはね、まあ、守備的サイドバックは逆に使わない方がいいのかなって気もしてますね。まあ、使っちゃうとね、さっきも言ったんですけど、なかなかね、このスペース上がってきてくれないんで、ビルドアップもね、難しくなってしまうんで、まあ、僕はなるべくね、サイドバックを上げてあげた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、あとセンターフォワードはリンクフォワードはね、やめた方がいいんじゃないかなところと、中盤に関してはナンバーテンはね、やっぱり裏抜けしなくなるんで、やめてあげた方がいいんじゃないかなと思います。なんだかんだこの5バックのフォーメーションは、ほんとね、この 2OMF の5122、これめちゃくちゃ強いんで、改めてね、今週も格闘できるということで、皆さん使用していただけると嬉しいなと思います。はい、ということでバスコギブスコア AB から5122でした。はい、ということで続いてはこちらマサトラン FC から4132ですね、ご紹介していきたいと思います。こちらのフォーメーションが北中米リーガ BBVAMX のマサトラン FC から設定することができるっていうことで、まあ、今週もね4132この強いフォーメーションで設定できるんで、ご紹介していきたいと思います。まあ、このフォーメーションをねなんだかんだ使ってる方ねちょいちょいいますけれども、やっぱり攻撃めちゃくちゃ嫌ですね。相手にすると本当になかなか守りづらいってことで、まあ、かなり攻撃的なフォーメーションかなと思うんですけれども、まあ、現環境にもね結構合ってるんじゃないかなと僕的にも思ってます。やっぱこの2トップと OMF で、まあ、この3枚で中央からもね攻めることができますし、中央が無理でもこのサイドハーフのここを生かしてサイドからも攻めることができるっていうことで、まあ、サイドからも中央からも攻めれるんで、まあ、やっぱり魅力的ですよね。で、まあ、守備がね若干難しいということで、この4バックと、まあ、この1枚の DMF で守んなきゃいけないんで、基本的にね、まあ、この5枚で守ってこの5枚で攻めていくみたいな感じになるんで、割とね、まあ、攻守がはっきりしてるかなと思います。まあ、サイドハーフとかの OMF も下がってきてくるはするんですけど、なかなかねカウンター食らうと難しいかなって感じがありますね。なんでこの DMF に関してはしっかりねアンカーの選手置いてあげた方がいいと思いますし、まあ、サイドハーフに関してはね使用感軽い選手を置いてあげた方がいいんじゃないかなと思います。このフォーメーション本当に強くって、こう本当中盤でうまくパスつないで2トップでね崩すこともできますし、2トップでは無理だなと思ったらサイドに逃げてサイドからね攻撃もできるんで、いや本当攻撃がかなり強いですし、なんだかんだ守備に関してもね難しくはあるんですけれども、ローンカウンター使えばねしっかりリトリートして守ることができるんで、個人的にこのフォーメーションはね結構おすすめかなと思います。まあ一時期流行ってなんだかんだに今も使ってる方いるんですけれども、この4132もね多分設定できるフォーメーションが2、3個しかないんで、消えてしまったらね設定できなくなるんで、しっかり今のうちに保存しておいていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、ということでマサトラン FC から4132でした。はい、ということで続いてはこちら CR バスコダガマから352のフォーメーションですね、ご紹介していきたいと思います。こっから新登場フォーメーションなんですけれども、いやかなり面白いフォーメーション登場してきましたよね。この形すごいですね。3バックなんですけれども、まさかのこの中盤3枚がこう横並び型ということで、いやこれ結構面白いんじゃないかなと思ってます。なかなかないですよね。結構3バックなんですけれども、守備がね硬いかなというふうに思いますし、まあ、サイドファークもいてくれるんで、割と僕3バックの中でもね結構このフォーメーション強いんじゃないかなとか思ってます。なんか3142みたいな感じで、ここがねこう横並びになっている形とかあるんですけど、それだとね、まあ、攻撃はめちゃくちゃ強いんですけど、やっぱり守備は超難しいんですよね。それがまあかなり下がって、なんかもう3ボランチみたいなそういう感じになってるんで、割と攻守のバランスがいい方の3バックなんじゃないかなと思ってますね。まあ中央からもしっかりね真ん中1枚アンカーとかにしてあげて、横2枚こうね上がらせてあげれば、まあ、攻守において活躍してくれるかなと思いますし、攻撃に関してもね2トップとサイドハーフとこの中盤2枚で攻めることができればね、しっかり強いんじゃないかなと思います。ローンカウンターにしてればね、この中盤もしっかり下がってきてくれて、まあ、カウンターは若干難しいかなって感じもするんですけれども、まあ、3バックの中ではね攻守万能で結構強いんじゃないかなと思います。まあ、このフォーメーションも結構ねこのサイドハーフの裏のスペースを使うことが多くなりそうな気がしてるんで、まあ、やっぱりこう使用感軽い選手を置いてあげた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、1枚真ん中アンカーで、横2枚はボックスとボックスとかね2列目とか、まあ、プレーメーカーとかね好みに応じて置いてあげるといいんじゃないかなと思います。さすがに、まあ、全員 DMF とか全員アンカーとか、まあ、そういうのはやめた方がいいんじゃないかなと思いますね。攻撃がね難しくなると思うんで、しっかりねこのスペースを埋めてあげるって意味でも、攻守のバランスがいい選手を置いてあげた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、この3バックのフォーメーションね今週新登場っていうことで、なかなかない形で結構面白いと思うんで、ぜひ皆さんもねこの新登場フォーメーション使ってみていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということでバスコダガマから352でした。はい、ということでラストはこちら EC バイヤから3421ですね、ご紹介していきたい
と思います。こちらのフォーメーションが南米のブラジル一部リーグですね、 EC バイヤーから設定することができますということで、いやこのフォーメーション結構面白いですよね。なかなか使い方これもしかすると増えてくるんじゃないかなと思ってます。またまた3バックの形なんですけれども、この中盤がねかなり下がっている形の3バックのフォーメーションということで、このフォーメーションも、ね、結構強いんじゃないかなと思ってますね。てかまずこの形では結構最近人気ですよね。このワントップに対してこの 2ST ではなくて 2OMF の形、これ結構人気かなと思うんですけれども、まあ、それに対して結構ねこのサイドバックの位置も下がっているっていうことで、このフォーメーションも3バックの中ではね攻守のバランスがいい方のフォーメーションなんじゃないかなと思います。基本的にはまあこのねセンターバック3枚と、まあ、この 2DMF で守る感じになるかなと思うんですけれども、まあ、サイドハーフもね低い位置なんで下がってきてくれるかなと思いますし、なんなので OMF に関しても一応ねセカンドトップではないんで下がってきてくれるかなって感じで、しっかりリトリートしてあげると人数かけて守ることができるんじゃないかなと思います。まあ、攻撃に関してもこのセンターフォワードがボールを持った時に、まあ、この OMF がしっかり裏で受けてくれて、まあ、そこからね攻撃チャンスメイクしていくみたいな感じになると思うんですけど、サイドハーフの位置が低いんで、まあ、こう上がってくるの若干時間がかかる可能性はあるんじゃないかなと思いますね。なんでこのスペースをうまく使えるか使えないかみたいな、まあ、そういう感じになってくるんじゃないかなと思います。まあ、サイドハーフに関してはこういうムアップとかビルツみたいな、まあ、完全にね攻撃重視の使用感が軽い選手でもいいと思いますし、例えばカイル・ウォーカーとか、まあ、アルフォンソ・デイビスとかサイドバックもできるような攻守のバランスがいい選手でもいいのかなとは思いますね。あとはまあこの 2DMF に関しては1枚アンカーでもう1枚ねこういうデヨングみたいな攻守がバランスいい選手置いてあげるといいのかなと思いますし、このフォーメーションは特にこの OMF に関してはナンバー10はねやめてあげた方がいいと思います。やっぱりこのねセンターフォワードがボールを持った時のこの裏抜けめっちゃこれ重要になってくると思うんで、まあ、好みではあるんですけど、やっぱりね無印とか2列目からの飛び出しとかチャンスメーカーがいいんじゃないかなと思いますね。まあこの3-4-2-1みたいな形は結構あると思うんですけれども、この中盤が下がっていてなかなかね変わった形してるんで、これ新登場フォーメーションってことで結構面白いと思います。このフォーメーションもね今週獲得しないとなくなってしまう可能性もあるんで、しっかりね獲得して保存までしておいていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで最後が EC バイヤーから3-4-2-1でした。はい、てことでですね、今週獲得できるおすすめフォーメーションを今回は8個ご紹介していたんですけれども、いかがだったでしょうか。いや最近フォーメーション更新めちゃくちゃ熱いですね。今週も3バックでいいフォーメーションが2個も登場してるってことで、いや今週もこれはね獲得する価値あるんじゃないかなと思います。結構ね今日ご紹介したフォーメーションに関してはどのフォーメーションもねゲームプランリストに保存しておいていいような、まあ、優秀フォーメーションかなというふうに思いますので、ぜひ気になったフォーメーションがあればねしっかり保存しておいていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでイフットモールの動画毎日投稿してますので、ぜひよろしければコメント高評価チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。